お兄ちゃんお兄ちゃん、どこ行こうか。この辺りで星がよく見えそうなところって言ったら、昼の間に買っておいたの。かわいい町だよね。どう言えばいいのかな。行ったら怖そうなところがなくて、どこに行っても安らぎそう。クジラの見える丘公園と草原、どっちがいいかな。お兄ちゃんの趣味から言えば草原がいいかも。お兄ちゃんはあることをするとき、できるだけ突き詰めたい方だと思うの。だから星を見るって考えたら、できるだけ自然の方が望ましいって考えると思う。本当？やったそう。出た。これは。これも思い出だもん。草原に行きましょう、お兄ちゃん。
ちゃん。何か言ったっけ？うん、言ったよ。だって怖いから、なんか怒られそうで。慣れちゃったのかもしれない。それだけじゃないよ。はるかはお兄ちゃんのことが好きなんです。いつもお兄ちゃんのことを考えてて、少しでもお兄ちゃんの役に立てたらいいなって思ってます。はるかにとってお兄ちゃんは、はるかが生きてるってことの証なの。はるかはお兄ちゃんの役に立ててる？お邪魔じゃない？もしお兄ちゃんがいなくて、はるかが一人っ子だったら、きっとはるかはもうこの世にいなかったと思う。どうして？はるかは誰とも結婚しないよ。
お兄ちゃんとなら結婚してもいい。他の人とは嫌。お兄ちゃんはいつか遥か以外の誰かと結婚してしまうんだよね。そう考えたことあるよ。そしたら、はるかとお兄ちゃんは結婚しなくても元々から家族だし、誰にも咎められずに一緒に暮らしていけるのかなって。ごめんね、お兄ちゃん。気を使わせちゃって。足に絡まって。わからないけど。ひねっちゃったみたい。
兄ちゃん、ごめんなさい。お兄ちゃんの背中は、あの時も大きかった。兄様。あの時、はるかが言ったの。お兄ちゃん、覚えてる？天の川が見たいって言ったら、お兄ちゃんは今から見に行こうって言って、はるかを連れ出してくれた。お母さん怒ってたね。本当は遥かが悪いのに、お兄ちゃんは何も口答えしなかった。ごめんなさい。お兄ちゃん、覚えてる？あの時、約束したこと。はるかが困ったときは、お兄ちゃんが助けてくれるって。お兄ちゃんは優しいね。誰よりも。
うしたの、お兄ちゃん。ごめんなさい。愛情表現だと思って。お兄ちゃん、朝ですよ。起きてください。ホテルの人から鍵をもらったよ。クオンチ一座のものですがって言ったら普通にくれたもん。田舎の人っていい人が多いよね。昨日ちょっと思ったの。もう少し自分の心に正直になろうかなって。お兄ちゃん、朝ごはんはどうします？みんなと一緒にレストランで食べる？じゃあ、はるかがここまで持ってきてあげるから、戻ってくるまでに歯磨きとかしててね。お兄ちゃんの役に立ちたい。忘れ物はないよね、お兄ちゃん。お兄ちゃんは、はるかに見送られるのは嫌なの？
務めですから。遅いぞー。おーい。聞こえてますか？見えてますか？あからさまに無視するな！セリフ棒読みでんなこと言われても説得力ないわよ！気づいてて無視するなんてひどいよね！って、そうね。そうそう、むつみくんの一日を取材しようと思って。だってさ、こんなおいしいネタそうそう落ちてないわよ。謎の転校生は、実は旅芸人一座のヒロイン。ところで、そちらの女の子は誰かしら？私に用があるみたいだけど。うん。